なんかね、だるもが謎の料理だけあるってそんなことある。テラエアコンの配管レッツバージンスリープ。まあ多分モテがちょっと今安心した。いやいやいや最初どうなるんやろと思ったとんでもないとこ予約入れたからさっきの店の時確かやべえどうしようか確か思ったろ確か思ったあーもうこれやた行ったがいいかなって思ってそれは行きますよ絶対もいっぱい歩いたけどお疲れ様です。乾杯これもしゃぶするんで。いや、せんでしょ、たぶん。せんでしょ。ああ、はい、ちょっと。ねえ、前かがみは。初めて。うん。なんないよ。ホタテ。ホタテの味は捨てんな。失礼します。はい、どうも。はい、え、みんな出身どこですか？岡山、久留米、熊本、山口。え、みんな日本人？みんな日本人よ。日本人は思ってなかった、本当に。 あれ、どこですか？私はネパール。ネパール。バンバン、バンバン言うて、バンバン言うて、ありがとうね、ありがとうね。コジトラはこっちやないか。コジトラのコジトラやないか。コジトラックチャンネル。コジトラックチャンネル。あ、お医者さん、ナイス。今の俺、取り取るわ。今の下り。コジトラ。コジトラ。コジトラですか。やっぱコジキと一緒おるけやな。唐揚げでかくね。でかいです。大きいね。どうも、唐揚げくんです。どうも、唐揚げくんです。なんだか、コジトラこれ。なんだコジトラさん。コジキトラック。コジキトラック。おめでとうございます。コジキトラック。うまっ。これうまそうやね。うまい。はい、モコさんもベロベロです。うまいわ。モコさん、ベロベロですか？モコさんね、もうね、今ね、モコベロベロ。自分がどこにいるかわからんよ。モコ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 。はい、明日記憶ない、はい、明日起きたらカラオケに溜まってる。記憶ない。起きたら鹿児島。それ俺やろ。おじさん、起きたら鹿児島、種子島、ロケット。僕ら記憶ありませんぜ。わかります？おじどろ。どうも、おじどろです。これったらわかるか。どうも、おじくろのモコです。この親父めんどくさいよね。チャーラン、チャーラン、チャーチャーチャーラン、チャーチャーチャーラン、チャーチャー。映像使われるって言うやつ。あー、おじくろファンから嫌われる？これ完全におじくろさん。スタイリッシュなチャンネル目指してます。おじくろさんから、おじくろファンから。なんで2人で。さっきデコテカってるってコメント聞いてるね。みんなデコテカってる。唐揚げ食います。だけど長距離運転手やって、そのマンネリも、まあ、私個人的な意見ですけど一切なくなりました。やっぱありがたみが分かるんじゃないですかね。この映像なんか使おうって思うの。はい、ね、結構ね、もう4人で飲んどったら冷水状態。はい、モコさんがね、もういません。もうすでに YouTube 始めたきっかけっていうのは、は、僕の動画を最初から見てくれた人は知ってる人いるかと思うけど、子供にトラックの仕事を見せるためが始まり、はいはいはい、だから何て言うかな、最初動画始めた時は音楽、映像と音楽とテレコとそれだけでずっとやってたんだけど、はい、それやっぱりやる理由として僕の顔を映すと子供がやっぱり見るのにちょっと威圧感があるかなと思ったから、全く顔を見せない、声を出さないっていうところから始めていったのがきっかけなんですね。で、その始める理由っていうのが、
今インターネットで何でも物が頼める時代だよ。ワンクリックで、まあ、来る日には荷物は届くけど、その荷物をじゃあ誰が運んでるかって言ったら僕たちが運んでるんですよ。だからその荷物をどういうふうに、どこからどういうふうに運んでくるのかなっていうのを実際に映像を通してその子供に見せたかったっていうのが始まりです。よく見る YouTuber さんは誰ですか？僕はね、やっぱ奔放ファミリーのナッカさんは絶対見ますね、はい。まあそれとクロワックスさん、まあここで言うとずっと出さないといけないけど、僕がもともとやってた仕事っていうのは漁師だったんで、漁師系は見るのです、岡山のあの人の ゆずさん、ゆずりはさん、あ、見るんですか？見るよ。今度コラボしようと。あ、そうだよ、はい。まず漁師の中で岡山のゆずりはさんで、新潟のマイロさん、新潟の糸魚川漁協のマイロさんは絶対見る。トラック YouTuber の中で絶対見るのがもうナッカさん。ナッカさんの映像があったからやっぱやりたいなっていうのがあって、やっぱ子供に見せる映像からみんなに見てもらいたい映像にしようかなっていう切り替えがそこであったのかなっていう。まあチャンケさんのようにどうかな、若い人が見るようなチャンネルは僕は作れないと思うけども、実際トラックに乗ってていろんな熊本発でいろんな全国を回る映像を車のトラックからの車窓を通して皆さんに伝えていきたいと思いますので、これからもおじとらチャンネルを、応援よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。僕たちトラック YouTuber です。どうも、ムテキングです。僕チャンネルです。お世話になっています。お世話になります。今日はね、トラック YouTuber で天神に来てますよ。彼はだいぶ酔っ払ってますけどね。もうね、明日はね、記憶がないですよ。こんな感じです。ね、なんか質問があったらどうぞ。YouTube を始めたきっかけは何ですか、ムテ君から。はい、自分はチャンケブログさん見てからですね、 YouTube 始める前まで半年ぐらい悩んでたんですよ。 YouTube をやろうか やらないか迷ってて、チャンケブログさん見た時にもちろん親近感も湧きましたし、自分がよく聞く地方の方ということで、もう簡単な気持ちですね、やってみようと思ってやってみたら楽しかったっていうのがきっかけですね。僕はずっと長距離トラック運転手のブログを投稿していて、もう全然弱小なブログで登録者数が本当70何人とか笑っちゃいかん、笑っちゃいかん。真剣に登録していて、ブログ70何人、そして中で、いや、本当に3ヶ月ぐらいブラックがあったんかな。で、本当に断頭なしに投稿していった動画、トラック業界に進出しようと思っている人、または転職しようと思っている人に向けてのメッセージを、高校生とかにもやっぱおるんで、トラック乗りたい人おるんで、その人たちにメッセージをどうぞ。私今長距離の運転手してます。本当におすすめな職種です。若者たち、そしてトラック業界に進出して来ようと思ってる方、ぜひぜひ来てください。トラックね、本当にめっちゃ、ね、精神的に縛りのないお仕事されてみてはどうですか。本当におすすめですよ。はい、私はムテシのトラック生活24時っていうチャンネル名で活動させていただいております。主に長距離輸送のお仕事ですね。あとプライベートの動画だったり、出しております。ぜひ皆さんよろしくお願いします。
以上です。ありがとうございました。無敵どうも太鼓侍です。はい、ありがとうございました。どうも、はい、ありがとうございます。はい、ということでね、はい、もう撮ってよ。どっちがこれなのメインの。どうも、もくちゃんです。今日はねおならしたいわってぶって今ほら、この間やつがもわーってしますか。もこちゃんチャンネルでいろいろね、長期に、動画アップしてますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。おい俺の宣伝になっとるか、この野郎。あのね、ソロキャンプとかもいろいろね、行ってまして、僕の動画、めっちゃ素晴らしいことが分かってくれると思いますので、ぜひチャンネル登録お願いします。わっ、やっほーねーねーねー。感想は情けないです。やっぱ山口県はいいのかもしれない。ケゴ公園とか天神エリアにあるって書いてある。それは天神やろ。知れて取るよ。もう近くですか。もうちょっと向こう、こっち向こうになりますね。まだすごい新しい橋の屋台。帰るの大丈夫だな。あの黄色いやつは苦手だけど。行くよ、中洲の屋台。屋台行ってきます、ね、初中洲屋台。わしは博多美人が多いね。気分がムラムラ。俺のあそこは不合格だわ。これはカットボツになる。パイプか。もつ焼きいきます。ジョーマンさん、来ました、歯型。ここが最高やわ。みんな来てくれますよ。うわ、この景色、博多って感じ。船乗る？船乗れるんすか？うん。どっか乗れるんすか？どっかね。エンディングで。いいね。ああ。何？何？すげえ。ロボットみたい。うん。すげえ、怖い。ロボットだって怖いよね。ヒューマン？ギュインって言うもん。ロボット？モーター音がしてるけどロボットだって。いや、目が動くよ。面白い。Thank you。あー。すげえ。YouTuber。頑張ってください。Great。YouTube OK？ OK？ サンマーニー YouTuber。 しょぼしょぼ。クルーズ乗り場。足元気をつけてください。危ないじゃん。頭打ったらいけんか。最高で、すごいね。あー、ここで並ばせたってこと。寄ってません。今から中洲天神小倉クルーズ行きます。行きます。イエーイ。あ、それやってんの？ライブやってんの？今日はね、もう終電がね、ライブなない、終電無視してみんなで泊まりまっする。泊まりまっする。イエイイエイイエイ。もみーす。酔っ払えないか。ラッキーラッキー。ちょっと多い。スタートしたいなと思ってみましょう。俺15分で頑張った。電車終わったよ。終わった。終電終わった。
ー